この前自分事でおかしいんだけど、あるところ行って食べたらね、おばさんがやってて、すごく美味しくないの。本当に。で、おばさん感じも悪いの。で、おばさん美味しかったよって、感じも良かったし美味しかったよって、おばさんに、俺チップあげたんです。たら周りの人が、感じも良くないし味も良くないじゃないですかって言ったんだけど、そうじゃないんだよ。あの人、あの年まで誰に世話にならずに、あの味覚とあの味で生きてきたんだよ。あの年だから、あの味とあの能力で、あの店できっと子供やなんか学校行かしたりなんかしてきたんだよ。で、味覚が悪いのは別にあの人の罪じゃないんだよ。でも頑張って頑張って生きてきたんだよって。だからおそらく今まで一回も褒められたこともないし、美味しかったとも言われたことないし、はいよっていくらかでもチップもらったこともないんだよって。ね、人間って頑張ってきたんだから、一生のうち一回ぐらい褒められたっていいんだよって。そしたら、うちのお弟子さんなんかすごく分かってくれて、本当だよねって。ね。あの人あれでもね、生きてきたんだよね、自殺もしないで。だってもっと素晴らしい能力があったって、途中で死んじゃう人がいたりさ、いるじゃない。だからそう思ったら、すごく拍手してあげたいね。だから一人一人にどうあっても愛のある言葉が喋れたら、その人には縁がないかかね。でも自分の中の真我と空から見てる神様は、この人間が何してるか知ってるの。だからいつもいつも自分の、人に対して愛のある言葉をしゃべり、こうやって曲がっていかなきゃいけないの。で、稀になんだけど、霊感のある人とか、それから、インドが好きだとか、そういう修行する人の中によ、そのことを鼻にかけてえばっちゃったりする人がいたり、本当に鼻持ちならない人がいる。そういう人って、その能力が人生を悪くしてるんだよ。だから能力があるのはいけないの。だけど、あなたの態度が愛がある態度ですか？ね。だから、それは霊感でもそうだし、学歴でもそうなの。いい大学入ることはよ、別によ悪いことじゃないの。だけど、俺は偉くてお前らバカなんだっていう態度がどっかに見えたら、相手の人に対して、会うとこ会うとこ、会う人会う人に悪い方悪い方少しずつ行きながら、今にタイタニックみたく避けられなくて、ドーンと試練にぶつかって、ものすごい勢いで船が沈むよ。ね。だから少しずつ少しずついい方に持っていかなきゃいけないし、それから全くあいつは何もしないとかじゃなくて、あの人はあのまましてるとどうなるかを学んでるの。ね、だから全く言うこと聞かないんだから、全く言うこと聞かない人は、このまま言うことを聞かないとどうなるかを学んでるの。だから学ばない人はいないの。だからよく、全くあの人は学ばない人なんで、自分だけ学んでるように思うけど、それはあなた、学びが足りないよ。魂的に学ぶっていうのは、そういうことじゃないの。もう今世、来世、再来世。その人は来世になると学ばないと。こうなっちゃうの。前世習ってきたから、今回はこういう仕掛けをして、こういう試練を用意してきます。っていうことなのね。で、難しい話ついてだから、もう一個だけ難しい、話しちゃうんだけど、地球という星はかけがえがないです。で、いろんな人は星に生まれたり、何回も光の玉から、人間になって出てくるんだけど、人間というもの、ここの地球が一番楽しくて面白い星なんです。なんでかっていうと、他の星には魂的に生きてるから、物がないんです。だから、この地球で幸せになるためには、生活も自分でちゃんとしなきゃいけないんです。だから、魂ごとばっかしやってたって、生活がきちっと安定してないとダメなんです。
だから、な大金持ちになる必要はないんだよ。だけど、きちっと食べて、きちっと身なりできるだけの生活をまずちゃんとしなきゃいけない。それと魂ごと、心の問題を幸せにならなきゃいけない。この二つをやらなきゃいけない星というのは、ここしかないんです。で、この地球には病もあります。死もあります。で、あ、病ってこういうことなのか。死ぬってこういうことなのか。でも、死んでも大丈夫です。魂がスーッと抜けるだけで、別に、魂が死ぬわけじゃないんです。でも体の死というのもよくわかります。あ、こういうものなのか。ね。魂がファーッと抜けて天井から見てる。まだ嘘かと思ってたけど、本当だったんだ。これも死ねばわかります。だから、もし今この話聞いてて全然わかんなくてもいいです。本当に死ねばわかります。人ってあと何十年か、それと大概の人は死にます。あと何百年も生きる人ってほとんどいませんから。で、その魂が抜けて上から見てたとか、昔言ってたもこれ本当だったんだなんていうことが実際にいくつも分かってきます。この地球が何度も何度も地球に生ましてくださいっていうことは、精神的な幸せと物質的な幸せね、ご飯をちゃんと食べられるとかね、必要以上にものすごいものを欲しがるとか、そういうこと自体はそれは我なんだよ。だから、だからといって、ものすごく貧しくていいんだとかって、これ両極端なのはダメだよ。ね。もう、こじきんたくしてたって心さえ清ければいいんだとかっていうのは、この地球上の生き方ではないの。この地球上っていうのは、ある程度ちゃんとした、ね、雨露しのげるところに住み、人様が見て、汚らしいと思わないような身なりをし、女性だとしたら、ね、人が見て花と思えるような生き方をし、ね、で、そういうようなことを両方心がけていける。大変だっていうのはあなたの我が言ってるの。神我は、また生まれたい。何度でも試練を作ってきても自分のことを磨きたい。ダイヤモンドの一面を削るように、研磨するように、この一面、この一面って磨いて、光り輝く自分をダイヤモンドにしたい。そしたら、ファーッと、人間の体からオーラが飛び出して、その人から、その人に会いたくて仕方がないような、そういう、試練を経ながら人間は神様に近づいていくんだよっていうね、今日は珍しくものすごく、難しい話です。それと、千人に一人か万人に一人しか信じられない話です。信じられない人は、たまに変わったおとぎ話を聞いたなっていうふうにしてください。この話はおそらくわからない人は100回聞いても1000回聞いてもわかんないと思います。楽しいおとぎ話だと思って100回聞いてください。ありがとうございます。はい、追伸です。この中でですね、私が言い損ねてしまってることがあるんですけど、霊感があるのがいけないって、あるのがいけないんじゃないんだよ。いろんな才能があるのはいいんです。ただその才能を人の役に立てるならいいけど、その才能でできない人をバカにするようなことはいけないんだよ。だから、いい学校入るのもいい、いい才能を持ってるのもいい、絵がうまいのもいい、だけどできる人はできない人のために頑張るっていうことで、できる人はできない人をバカにしちゃ運勢が悪くなるよ。要するに人生の分かれ道、いい方に行くと悪い方に行くっていう分かれ道ね。キロって分かれ道っていう意味だから、いい方に行くか悪い方に行くかっていう人生の常に分かれ道なんだよっていう、そのことを言ってます。だからそのことを、訂正がありました。それともう一個だけ訂正があります。この話非常に難しいのは、証言して言わなきゃいけないんで、まずいところのおばさんがいてって、そのおばさんっていうのを証言しなくちゃいけないんですけど、私が言ってる時は本当はちゃんとお姉さんって言ってるんだけど、実際にこう
言葉で喋ると使い分けなきゃいけないんで、使い分け損ねて、あそこで、はい、こういうおばさんチップだよって言ってるけど、私が言った時はちゃんとお姉さんって言ってます。なかなか、うまく喋れないでごめんなさい。でも一生懸命やりました。ありがとうございます。